はいどうも、ケイポンです。今日からは木こり生活をもっと充実させるための作業をやっていきたいと思います。第1弾はクワです。詳しい説明は作業しながらやっていきましょう。それでは始めていきます。ではまずこの木こりでなぜクワが欲しいかというと、葉っぱを回収するために最適なツールがクワだからです。まあ、このようにね、斧とかあとはツルハシとかだと、まあ、こんなスピードであんまり素手と変わらないんですよね。ですが今この手元に持っていますダイヤモンドのクワでこれをやるとものすごいスピードね、この葉っぱを壊すことができます。これは多分 1.16 のアップデートの頃に変更された要素なんですが、葉っぱをはじめとした9種類ほどのブロックがこのクワを使うことで素早くアイテム化できるようになりました。まずハサミと違う点は、今お見せした通りこのように壊しても葉っぱとしてドロップしません。なので基本的にこれは素手で壊した時と同じなので、こうやって壊していけばそのうち苗木が出てくると思います。うん、出てきてますね。あとはこういった棒とか樫の木だったらリンゴが落ちてくるはずなんですが、これにシルクタッチのエンチャントをつけた場合はハサミと同じように扱うことができまして、あとは耐久力や修繕もつけられますので、おそらくハサミよりも長持ちすると思います。逆に幸運をつければ今この落ちてきた苗木のドロップ率が上がります。まあ、そんなに苗木いらんやろっていう場合もあるんですけど、まあ、何かしらで苗木を使う時とか、あとはジャングルの木のように苗木のドロップ率が低い場合はこの幸運のクワで苗木を取っておきたいんですよね。なので今日はシルクタッチと幸運両方のクワを作って、それをネザライト化して最強のクワを2本作っていきたいと思います。まずはクワを調達しましょう。今こうやって1本あるんですが、ダイヤモンドのクワをもう1本取ってきます。エメラルドを4つ持って村人のところへ行きましょう。木こり場のすぐ近くにこうやって以前隔離した村人が5人います。この中から一番端っこでしょうか、ここの多分こいつが、うん、持ってますね、クワ。これをもう1本買っておきます。そして現時点でレベルが60あるので、まあ、結構エンチャントできますよね。なのでエンチャント台でまずはこのクワを2本ねエンチャントしてみましょうか。昔はクワを強化するほど無駄なことはないと思っていましたが、クワの使い道が増えてよかったですね。ではダイヤモンドのクワとラピスラズリを準備して、もうちょうどシルクタッチができますので、じゃあこのレベル3のエンチャントをしました。これでとりあえずシルクタッチのクワは1個できました。でもう1つ、おお、ちょうど幸運きましたね。ただ幸運が3ではなく2なので、ちょっと1回保留しまして、幸運2のエンチャントボンがあるかどうかチェックします。幸運2がありますね。他にも宝釣り、マルチショット、衝撃と束縛の呪いがついていますが、多分これ束縛の呪いは防具にしか反映されないはずなので、では先ほどのダイヤモンドのクワを幸運2でエンチャをしてしまいます。効率もつきましたね。その上でこの金床で幸運2のクワとこのエンチャントボンを合わせます。そうすると幸運3になりました。あとはそれぞれのクワに耐久力と修繕をつけましょう。耐久力の方がありません。これは仕方ないので、村人を増やしてね、耐久力の方が出るのを待ちましょう。では村人は後回しにしまして、ネザライトをね調達していきたいと思います。ネザライトのブランチマイニングは以前にもやりましたが、今回はね別の方法でネザライトを探していきます。すでにネザライトスクラップが2個あるので、2本のクワをネザライトにするにはあと6つね古代の瓦礫を取ってこなければいけません。今回はこのねベッドを使っていきたいと思います。ネザーではベッドを使うと爆発してしまいますので、その爆発を利用してどんどん深くまで掘っていこうって感じです。そしてネザライトの鉱石ともいえる古代の瓦礫はこの爆発に耐性が非常にあるので、爆発に巻き込まれずに古代の瓦礫だけ露出しますので、それを利用して今回このベッドを使ってやっていきます。ではこのようにね木材も作ったので早速行きましょう。持っていくものはまずはツルハシと、あとは武器ですね。今剣がないのでこの斧が武器になります。そして弓で作業台と木材、そしてウールと、まあ、すでにありますベッドですね。じゃこの辺を持ちましたので行きましょう。あとは食べ物もね調達していきます。食べ物があまりないですね。では早速ネザーへ行きましょう。ここのトイレも何回取るか分かんないですね。
さあ、またネザーにやってきてしまいました。以前作ったネザーのブランチマイニング場はこの上にあります。ここを道なりに行くと多分ね、地下に降りていく階段があるので、まずはそこに行きましょう。じゃあこの奥ですね。念のためここの倉庫にネザライトがないか見ていきましょうか。まあないよね、ないよね。よし、行こう。ではネザーのブランチマイニング場にやってきました。せっかくここはこうやって綺麗に掘ってるんで、もうどうでもいいところをねガンガン掘っていきましょう。なのでこの階段の裏あたりからこのベッド掘りをやっていきましょうか。なので一旦この辺にスペースを作っていきます。まあ、こんなことしてる間に1個ぐらいね手に入りそうですけど、まあ、こんな感じで1マス開けてここにベッドを置いて使います。そうすると、おお、すごいすごいすごい。この掘り方でねガンガンやっていきましょう。ただこれめんどくさいな。お、早速見つけました。これが一番早いのかな、やっぱり。ここには何個あるでしょう。多分2個ぐらいだと思うんですけど、試しにこの周りをベッドで掘ってみましょう。うん、まあ多分2個ぐらいだろう。ではこれを回収します。ではこの調子であと4つね探しましょう。あれから2、3分しか経ってないんですが、もう7個を手に入れちゃいました。なので戻りましょう。このやり方めちゃくちゃ早いですね。ネザラックはそんなにいらないので、まあ、とにかく効率を重視するなら、まあこのベッドのね探し方いいと思います。序盤では TNT とかね手に入らないんで、多分ベッドが一番やりやすいんじゃないかなと思うんですが、資材さえ手に入れば、まあ、TNT で一気に爆発してね探す方法もあると思います。では現世に戻って耐久力の本と修繕の本を手に入れましょう。では耐久力の本がね村人から出ましたので、早速作っていきましょう。まずはこの古代の瓦礫を焼きます。はい、では焼けましたので、じゃあこのネザライトのスクラップを8個使っていきましょう。で、このスクラップと同じ数だけ、この金の延べ棒を使います。そして作業台で、このネザライトのインゴットを作りましょう。これで2つできるはずです。ではこれでネザライトにする準備もできましたので、では次は、じゃあこのクワを強化していきましょう。まずは幸運のクワは、修繕1の幸運3。まあ、効率もついちゃってますが、じゃこれに、耐久力をつけます。そしてシルクタッチは修繕と耐久力両方つけます。じゃあまずは修繕と耐久力の方を合わせてしまって、まあ、こんな感じでつけました。これで現時点ではエンチャントは最強という状態になっています。そして最後に家事台でこのダイヤモンドのクワをネザライト化していきましょう。もったいない。では完成しました。シルクタッチのシルクワと、幸運のクワの、まあ、なんて読もうかな、これは。サチクワとかでいきましょう。では、これを実際に使ってみましょう。では、このシルクワを使って、この葉っぱをまずは買ってみます。うん、このスピードならもうほとんど、ハサミと変わらないですね。そして、ハサミよりも耐久力はありますので、今度はこのシルクワを使って葉っぱを採取していきましょう。じゃ次は、この砂畜は、実はね、幸運の方が重要だったりしますね。とにかく、まあ、苗木が欲しいので、じゃあここの一角を全部砂畜はで買ってみましょう。はい、では葉っぱはあまりなかったんですが、19個の苗木が出ました。まあ、19個出れば、ここは9つしかね、植林場ないので、まあ、ちゃんとね、プラスの数字になってますね。もともと冒頭とかで結構買ってたんで、まあその中で19個は結構いいんじゃないでしょうか。あとは白樺も少し残ってて、まあそれも6つ出てるんで、まあ、実質20何個ぐらいか出てますね。ということで、これから木こりをもっと充実させていきたいと思います。いつも動画を見てくれてありがとうございます。これからも動画投稿頑張りますので、ぜひチャンネル登録で応援お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。